はい、今日もあなたと百姓天国。はい、本日は6月2日どっしゃ降りですね。はい、ということで6月2日金曜日ですね、収穫出荷日ということで、はい、雨が降ろうが槍が降ろうが何であろうが太陽が砕け散っても火曜日と金曜日は出荷でございまして、はいね、やらねばならんわけでございましてね、はい、あいよびっちゃびちゃで、今日は楽しいドロンカ遊びの日でございましてね、はい、大変でしょ、農業って大変なんですよ、はい、びっちゃびちゃでございますよ。下着も何もかもずぶ濡れでございますよ。それがどうした。まあ世の中にはこうやってね、雨濡れながら仕事してる人っていうのはね、農業者だけじゃなくていっぱいいるわけでね。そうそう、前半戦のねじゃがいもが取り終わりましたね。よかったですね。はい、この感じですね。終わりまして、このじゃがいもの後作をどうするかですね。じゃがいものね、後作ってね、意外と難しいのね。私も20数年やってますけど、まずキャベツ白菜はあまり良くないんですよ。葉菜類はあまり向かないですね。なのでね、何するかって毎回迷うんですけどね、これっていう決め手はない感じなんですね。さあ、ブロッコリーなんですけど、多分ね、もうほぼ今日出すか出さないかっていう感じなんですね。で、もうほとんど花が咲いてしまいまして、やめときますか。はい、ちょっともう出せないですね。ほぼあんまり出せませんでしたけど、はい、やめましょう。そのね、生産者の立場からするとね、ブロッコリー出せるときギリギリ出したいんですけど、お客さんからすればね、着いた段階で花が咲いていたらね、なんだこれって思うわけで、そのねギャップはね難しいんですよね。こんなに大きいブロッコリーで出せるものなら出したいっていうのが生産者の気持ちですけど、お客さんから見ればね、月に1回しかお野菜取ってないのに、それでね届いたブロッコリーが花が咲いたらやっぱり具合悪いわけですよね。このね、生産者としてはもうこれ最後ギリギリだから、これ出せなかったらもう次秋になっちゃうわけですよね。今度出すのブロッコリー出てくるのは10月とか11月とかなるので、出してあげたいと思うんです。だけど状態が良くなければ、お客さんはね花が咲いてるって思ってね、だからそこにいい感情が湧かないとすると、このギャップですね。生産者は良かれと思ってねやってることが消費者にとっては裏目に出るということはよくあることなのでね、私は20年やってますから、その辺のところはね何度も経験していまして、さあそういうことで、あと取るのがキュウリね、そしてつるむらさきに黒キャベツね、はい、雨が降ってね喜んでいるのはナスとキュウリくんたちですね、はい。さあそんなことでね、これ歩いてキュウリ探すのが大変なんですけど、まあでもいっぱいこうやってねめくればいっぱいあります。これしばらくね慣れないとね、キュウリって結構難しいんですよ。でこうやってつるがね伸びてくるので、今2番手のところはようやくこうやって活着してきてるね。こうやって動かしながら進んでいきます。あんまり激しく動かすとね良くないんですけど、もうワンワンこうやってねしてますので、でつるとか踏んじゃっていいんですかとかね、研修生に聞かれるんですけど、収穫の時にね、まあしょうがないですよね、うん、あまり踏まないようにとしか言いようがないんですけど、あんまりないかな。あの日光がねやっぱり当たらないと、雨だけだとやっぱりちょっときついんですよ。まあでも多少はあると思いますが、でね、どんどんでかいやつも取っていかないとね、木が疲れていっちゃうので、
台風が来てるみたいでね。この大雨はそうなんでしょね。美味しそうなキュウリだね。つるをこうやってね、少しちょっと返しながらね、この2番手がね、生育している段階なのでね、ちょっとこう、邪魔しないようにこうやって気持ち動かしながらね、あんまりないね。今日はブロッコリーがなくなっちゃったんでね、ちょっとキュウリボリュームを多めに入れてあげようかなということでね。あー、ちょっとこれ大きいね、取り遅れです。ほら、これも十分美味しいんだけどね、でかすぎるっていうのもダメなんですよね。はい、でかすぎるというのもよくありません。おお、この辺いっぱいになってるな。おお、でかすぎる。はいはい、これは取り忘れですね。初期の段階はね、もう出荷するしないにかかわらず、とにかくね、取っていかないと疲れていっちゃうのでね、最初の段階はきっちり取っていきます。はい、ワンワンしてる、ワンワンしてますよ。雨降って喜んでるね、キュウリはね。君たち気持ちわかるね。キュウリはね、ほとんどが水分ですからね。はい、次の3本目張らないと、こうやってもうつるが伸びてっちゃうんでね。だけどどうでしょうかね、この週末マルチ張れるかな。よいしょ、なかなか進んでいくのが大変だよなこれね。土砂降りの中、土砂降りの中キュウリをかき分けて進む。これ2本目だ。ね、なかなか大変ですよ。まだまだね、ズドーンとね、最盛期に行くにはまだまだ、時間がかかりますのでね。ただあっという間に、ね、こう
台風だとかキュウリはまあ結構ね病気にはなりがちなんで、基本的にはね。そうするとね、意外とこう急にダメになる時ありますから、その時はすぐに次にね2番手3番手がこうやってね控えていないとね、次のこの2番手とかですね、はい、この人たちが頑張ってくれないとね、いつダメになってもいいようにね。今年ナスが調子悪いんでね、多分キュウリにかかる負担がね、キュウリはできてくれないとちょっとね難しいね。ナス全くできないってことはないとは思うんですけどね。まあその意味で前半と後半とこうやってね分けているので、前半調子悪い、後半がなんとかね、そっちの白丸ナスと千両がなんとかこっちはいけると思うんです。やっぱり畑による感じですよね。この辺がねちょいとやっぱりね、畑のポテンシャルが低いゆえんですよね。まあどこで作っても大体ね、関東時代であればナスは普通にできたんですけど、こちらはねちょっと畑を今の段階だと選ばないとナスができないね、ということでなかなかちょいと難しいですね。よいしょよいしょ、どっしゃぶりだ今日はね。だからちょっとね、出荷したらもう今日はちょっとオフにしようかと思っておりますね。それでもねラジオを収録したりね、やらなきゃいけないことはいっぱいあるわけで、はい、ホレークを立てるにあたってね、電気工事屋さんにねいろいろよくしてもらったんでね、今回ね、まあホレークの業者さんはまあ別にあれなんですけど、電気工事屋さんがねすごくいい対応していただいてね、でまあこいつはあれですけど、すごくこう、あ、使えるなとでもう一個の拠点のね大きいハウスの方もまだ電源引いてないのでね、その時にご相談してね、どんな感じにするのかみたいなことも気楽に相談できてね、まあまだお支払いしてないんでぼったくられることもないだろうと思いつつやっぱりね、いい業者さんを見つけるっていうのはね、田舎ではね本当に大事なことなんで、僕のようなね新規就農者の場合は土地勘やそういうね人間関係出来上がってないところに来るわけですから、自分でね確かめて。千葉時代もね車屋さんは結局 3つ変わってるんですよね。最初紹介されたところの車屋さんはねもう最悪でして、はいだから車屋さんとかこういう電気工事屋さんとかね、いろいろこうやって見つけないといけないんですね。でいいところじゃないとね、やっぱりね。よいしょ、はあ、よいしょ、はあ、ダバダバだ、はあ、ちょっと少ないですけど、ね、今日お客さんはちょっと少ないんで、まあまあなんとかこんな感じでね、はあ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 、ダバダバだね。そんなことでキュウリの収穫ね、まだまだこれからね収穫増えていくと思います。それではまた。